ました、プリンのピン芸人、ミルクプリンの、ご注文はプリンですかということでね、はい、新年明けて、まあ、2回目の放送なんですけれども、まず告知の方からちょっとさせてください。本日もね、出てきたんですけれども、はい、毎週火曜日、お昼の12時から、北参道放送局というところで、お昼のまとめニュースということで、午後一パンダという番組を、はい、やってました。あ、そう、スーツ届いたの、これ。そう、これがね、十何日かかったスーツでございますけれども、坂瀬さんがね、頑張ってくれて、はい、ようやく届きました。ということでね、こちらの、はい、番組をね、まあ、一応レギュラーで、MC でやらせていただいてるので、で、本日はね、ちょっとグラビアアイドルの、方がね、いつも、メインの MC やってるんですけども、本日ちょっと北海道の方に、まあ、遠征ということで、ちょっと行かれてて、今日は初めてね、メイン MC 任せていただいて、まあはい、結構楽しい放送になるんでね、そちらもブログの方とか、あと下のホームページの方にね、アップしますので、ぜひお時間ある方は、まあ1時間番組なんですけど、よかったら見てみてください。はい、じゃあ早速ね、オープニングの方行っちゃいましょうか。じゃあいつも通り僕がね、ご注文はって聞いたら、プリーンプリーンでお願いします。OK ですか？はい、じゃあ行きます。せーの、ご注文はこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、よいしょー、はい、開けましたということでね、まあ、早速なんですけれども、本日はね、わざわざゲストの方がね、お越しいただいてるんで、まあ、ゲスト紹介の方行きたいんですけれどもね、本日こちらに穴が開いております。壁にね、ここからゲストの方登場しますんで、もうね、コメントの方でね、もうバレてる感じはあるんですけれども、はい、クラブ、バロンさんから、はい、お越しのグレディさんです。よろしくどうぞ。よいしょ、よいしょ、はい、どうもー。いやー、よろしくお願いします。ニグロってやつですよ。すごい。いや、すごい天気良かった。はい、外、すげー天気良かった。良かったですね。もう青空広がってますからね。すごかった。壁突き破って。ぶっ壊してましたけど、ぶっ壊してましたね。あとで払わないです、ね。そうですね。まあ、諸事情は、はい、ありますけれども。この組み合わせてきましたよ、とうとう。この組み合わせね。いきなりね。いきなり来た。そうですね、もう、まさかのイケメン会ということで、お送りさせていただくんですけれども。これでイケメンって来たら、もう結構、もう、気違いなんじゃないかなって思うから。もう完璧に。イケメン会ですよ、今日かなりね。いやもう顔面偏差高めで。お送りしますけれども、はいはい、いやそんなことはない。いやそんなことないですか、はい、鬼キャラ推しですから。結構あ、ほらもうイケメンすぎる来てますよ。絶対ハスハスしてる野郎が。ハスハスしてる野郎が緊張してないよ、バカ。緊張してないよ。緊張しないでね。始まる前にテキーラ飲んでも緊張してないよ。大丈夫大丈夫。めっちゃ飲んでましたよね。これカラッカレーかなーってテキーラクイックイックイックやってましたけど。もやってましたけどね。もうやっぱバレるのかなこれ。緊張気味っていうの。結構ね、緊張結構ね伝わるみたいです。僕もバレるんで。なるほど。いやそれはちょっと緊張するし。ですね。じゃあせっかくなんで、はい、初めてって方ももしかしたらね、はい、もうそういう不届きな輩が、グレディさん知らない不届きな、ね、輩がナイトチューブ見てるのにね、それももしかしたらいるかもしれないんで、ちょっと簡単に自己紹介とかあればお願いできますか。なるほど。はい。はい、どうもはじめまして、埼玉の越谷のクラブバロンから、とうとう来ました。ゲストとしてね、はい、このキャラ推しが出てきました。クラブバロンの、グレディこと、クラハと言います。まあ、グレディでいいっすわ、もう。はい、じゃあグレディでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やっと来たかって来ましたよ。やっぱ結構待ってる方がね、いらっしゃるみたいで。そんなに、はい、うん、プリンさん、もしかしてスーツって、いや、これ設計以外に何があるんですか。どういうこと？絵ではないからね。あ、これ届いたのよ、うん、ついにね。やっぱり俺が来ると絶対 NG コメントが来る。うん、あで僕も結構なね、NG コメント出すんで。マジ？どちらが NG かね、これね。仲良しですね、うん、じゃあ。成長のいいハムスターっぽい人だねって、どっちのことですか？グレディさんのことですか？俺は別に。成長のいいハムスターっぽい。どこだろう？どこがハムスターっぽい？ハムスター要素をね、どこにあるんでしょうかね。
ですよ。何グーレディーってこと、レディーってこと、レディー、あーそういうことゴーってことだ。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。コメント走りますね、さすが。いや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 、ゲストがいいところで止まりますからね。いいところで止まりますよ。もう伸びねえんだね。早速なんですけど、はい、企画の方ね、はい、行きたいなと思ってまして、はい、こちら、じゃじゃん、え、ゴチプリセブン、よいしょ。はい、ということでね、イエイ、まあ、どんどんギリギリの質問をね、はい、ぶっ込んでいきまして、はいはい、それに対してね、こう答えられるか答えられないかみたいな、なるほど、形になってまして、答えられるのか、まあ、どんどんね、答えていこうというような、はい、はい、番組になっております。ヒリヒリ、ヒリヒリ、ヒリヒリ。俺がずっとこうやってるからかな。痒いんだよね、これね。チクチクして。乳首見えちゃう系なんですね、これ。こういうのってギリギリ隠れる感じですね。そうなんですけど、だからここに、ね、こう、縛ってたんですよ。何すか、この可愛いリコ。何すか、この可愛いリコ。縛ったんですけど、全然乳首が出ちゃうんですよね。半分だけ出ちゃう。半分だけ出ちゃう。ね。いや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 、ゴチプリセブン芸人っぽいですけどね。いやいやいや、もうグレディさんの方がなんかもう芸人って感じのされてますけれども、ちょっと緊張してるんで、ちょっとお水飲みます。はい、大丈夫ですか、テキーラじゃなくてお水で大丈夫ですか。ちょいちょいテキーラいきます。ちょいちょいいきますか。はい、じゃあ早速ね、はいはい、じゃあ一つ目の、はい、イエイ、ゴチプリセブン、こちらじゃじゃん、え、好きなタイプは、おこれ気になってるね、だってリスナーのみんな、これはね、すごく気になってる、はい、とりあえず、ね、言われたからね。早くないとりあえず言われたからね。早くないっすか、早いわ、テキーラ飲めーって、うん、好きなタイプ、うん、好きなタイプとかね、どんな感じなのかなってやっぱりね、これは今持ってるところだから、うん、俺からいきます。俺はちょっと、俺プリンさん気になります。あ、逆に僕ですか。はい、僕の好きなタイプは、まあ、結構僕結構、ね、公言してる部分ではあるんですけれども、はい、まあそうですね、ほわっとした子が、ほわっとした子、はい、あともうメイド服似合うような性格なんで、もう今日もアイドルカフェ行ってきたばっかなんですけど、秋葉原、はい、そうなんですよね、だからちょっとそういう、ちょっと握手していいですか、ね、なんで僕と、はい、僕と握手っすか。自分の好きなタイプは低身長2杯童顔ツインテール刃なんですよ。最高最高、いやいやいや、最高、すごいです。だから、マジですか、俺も秋葉原行くとすごい元気になる。ええー、もう M1 出ません、一緒に行きますね。いや、もうぜひね、めっちゃ頭悪いんで、ちょっとネタを考えていただきたい。はい、そうなんですね。そうなんですね。ぜひ秋葉行きましょうよ。行きましょう、行きましょう、行きましょう。ぜひ、ね、ぜひ、もう、うん、メイドリーミン3号店行きましょう。あ、リーミン派ですね。リーミン派ですね。なるほど。リーミンね、けど結構なんかね、サイリウムとか買わされますからね。ね、俺、人生初めて行ったら、はい、なんか、ちょっと、にゃんくじみたいな。にゃんくじ、にゃんくじって500円でくじが引ける。はい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 。で、一等賞が。はい、もう当たる確率 2% だよみたいなのなんか4000円ぐらいのシャンパンが当たるみたいな。でこう引いたらいきなり出ちゃって、4000円ぐらいのシャンパンが当たって、でもうなんかメイドさんたちのシャンコみたいな聞かされる。すごいっすね。すごいわ、びっくりしましたね。そうなんですよね。あ、オタクね、オタクいいね、オタクいいですね、オタクみんな仲間。僕もなんか好きなこう推しのアイドルの子の誕生日イベントみたいな時に行った時に、はい、まあ、萌えちゃん入れさせていただいたんですよ。はい、萌えちゃんをちょっと入れさせていただいて、で、まあ、はい、抜くじゃないですか。その時に、はい、僕のね、職業がちょっとバレてまして、そこでシャンコをしろと、すごいさらされたことがね、すごい。この職業からね、大体なんかシャンコとかいろいろね、やらされちゃう。やらされますね。俺とか、芸人やったら、はい、面白いことして、はい、面白いことして、みたいな。はい。うん、そういうの結構ね。ガツガツやってくれ、みたいな。ありますね。はい、はい、それでは、こちらの、とか言ってね、やったんですよ。はい。すごいみんな見てて、自分もお祭りの時にビールでやりましたね。はい、なんかビールでやらされやらされますよね。やらされますね。ね、間違いなく。ポストあるあるですけど、はい、公開処刑ですけどね。公開処刑。それでシャンコしてたんですか、お店でシャンコしたりするんですか。いやー、はい、したくないですね。したくない、ミスると怒られるんで、はい、ね、絶対ミスるんですよ。まあね、シャンコはね、大事ですもんね。そしてシャンコをやるときって、もう大体俺がもう、はい、出来上がってる状態なんで。あー、もうできちゃってるんですね。もう もう何言ったかも覚えてなければ、はいはい、ちゃんとできたのかも覚えてないし、はい、うん、気づいたらトイレで潰れてるし。あー、結構飲まれるんですね。鬼飲みますね。鬼飲みされるんですね、はい、僕も結構なんかね、体型上やっぱ結構飲まされたりするんですけど。強いですよね。ね、そうね、どうなんですかね。まあ、ぼちぼちっすかね。まあ容量はあることは確かなんですよね。あ、いいな。まあ容量はありますもんね、やっぱそれは。容量ないでかさ的にね。すごいちょっと気になったのがあるんですけど、うんうんうん、
私のファンになってよ。はい、はい、私のファンになってよ。ほら、じゃあもう LINE ください、とりあえずね。そう、はい、あの、2人にください、ください、もう2人にね、今日は最悪、もうなんか大人ですけれども3人で楽しく遊ぼう。遊びましょう。その間に入ってね、はい、ディズニーランドとかどう？ディズニーランド3人で行きたい行きたい。俺もなんか頭にあれつけちゃう。もうなんかいろんなのつけちゃう。いろんなのつけちゃう。あ、でポップコーンも全種類回ってね。あ、そうですね。いちご味をしで俺は。なるほどっすね。いちご味あったんすか？いちご味あったんすか？俺いちご味知らないですけど。あ、ディズニーシーであったんすよ。Cで、はい、いちご味うまそうっすね。ちょっとすげえいい匂いがしたんですけど、はい、一緒に行った、うん、あの代表がすごい具合悪いから買わない、はい、買わないっていうちょっといいなみたいな。グレディディズニーできんと本当だっすけど、できんなっすか？え、嘘、俺はディ…え、俺ウォルトにはそんなこと言われたことないウォルトにはそんなこと言われたないよ。言われたことないですか？はい、はい、なんかできんって書いてる。いやいや、全然ディズニー好きだけどね俺も好きっすよ。あのカウントダウンやったぐらいですからね。そうですね、まあ、あ、そうなんですか。はい、ディズニーランドで。俺あのディズニーランドのあの射的で1万円分ぐらい使って、はい、あの、はいはい、チップみたいな。ああ、め、なんかつけるやつですか？つけるやつ。保安官バッジみたいな。保安官バッジをあれ全部取ったら怒られましたね。はい、怒られるわ。3時間ぐらい銃撃ってたんですよ。はい、ということで、まあ好きなタイプはね、まあ、お互いね、オタクっぽい子っていうか、はい、まあ、メイドっぽい子っていうかね、まあ、ちょっと趣味が分かったところで、はい、次の、いいっすね、次のテーマ。仲良くなりそう。はい、すごい仲良くなりそうですね。いっちゃいまーす。はい、次こちら、はい、じゃじゃん。何フェチ？お、これは結構ちょっとぶっ込んじゃってるんですけども、これ一緒だったらもうすごいよ。時間帯的にそうですね、何フェチか。何フェチ、まあ、ぶっ込んだバージョンとそんなぶっ込んでないバージョンがね、ここはあるんですけど、なんかどこまで言っていいのかなって。あんなね、ぶっ込みすぎてもね、結構そうなんですよ。そうですね、うん、俺はじゃあ、ね、じゃあちょっとぶっ込みバージョンでいきましょう。ぶっ込みバージョンで夜中だし、もう夜中だし、行こう行こう、ディズニー行こう。ね、そうそうそう、このぶっ込みバージョンで行きたいですけど、実はこの番組をあのおばあちゃんとか見てるんですよ、僕の。よ、ダメだ、じゃあ、ガチガチ僕のおばあちゃん見てるんですよ。おばあちゃん、はい、じゃあちょっとここだけ出世した出世したとか言ってて、なんかはい、はい、おばあちゃんが見てるのと、あと今日行ったとこのアイドルカフェの、はい、僕の好きなアイドルの子が結構僕の番組見てくれてるんですよ。じゃあちょっと抑えましょう。どのぐらいぶっ込んでいいのか、まあ、けど芸人としてはやはりね、ぶっ込まなきゃいけない自分と、はい、やっぱこのね、見られたくない人も見られてるっていうこのね、はい、この天秤がね、ちょっと難しいところで、まあ、あのグレディさんにぶっ込んでいただくと。じゃあ、いや、俺はやっぱね、かぶっていただく。はい、もう任せてください。もうしんがりを任せてください、本当に。やっぱりね、さっき言ったけど、はい、低身長に、はい、童顔、ツインテール、刃、はい、っていうことだからね。何フェチかっつったらもう普通にパイパンだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。いい音する、いい音するんだ、ペチペチすると。助かります。はい、もう、いや、毛がない方がいい。はい。毛がない方がいいってことですね。そうですね、はい。毛があるんだったら味付けのりみたいな。はい、味付けのり。こういうやつが。あだったらまあいい。あ、めちゃめちゃ演出に、やっぱりね、やっぱりね、めちゃめちゃもうかぶっていただいて、絶対もうしめしめしめみたいなばかりだから、はい、ていただいて、ありがとうございます。はい、じゃあ気になるところですね、はい、じゃあ僕、そうですね、僕はあのほっぺたフェチですね。あら、かわいい。いいんだ、いいんだ、プリプリしたいやつが、ぷくってした感じの子が結構ね、めっちゃ飲みますね。はい、そうなんですよ、結構丸顔の子が結構好きなんですよね。なんかぷくっとした感じが可愛いなと思って、はい、わかります。こうやってなんか引っ張ってみたいなとか、ね、ウィーウィーみたいなやりたいですね。うらうらーってね、ちょっとね、やってみたいなみたいな。はい、はい、るんですけど、すごい、すごいコメント、うん、コメントね、やっぱね、荒れましたね。ありますね。照れるなって、どのコメントに対してですかね。どの発言に対して照れてるんですかね。俺はその結構味付け海苔のあたりですかね、照れてる。あ、俺ちょっと照れたわ。味付け海苔ちょっと照れた。味付け海苔あたりはちょっとね、はい、プニちゃん、そう、僕もプニプニなんですよ。そうなんですよね。いいですね。はい、ありがとうございます。あ、気持ちいいな、俺付き合えるわ。俺付き合える。マジですか。いや、もう最悪、もうさ、最悪言ったの。いや、全然俺はもう女子にこんな感じだから、もう女子にモテないから、はいはい、もう最悪男でもはい、いいんじゃねえのかなって。なるほどですね。はい、僕は結構なんかそういうタイプ前に間違えられたりするんですけど。あら、もう CM ですか。早い、早いな。早いわ。じゃあとりあえずね、 CM の後、はい、もっとぶっこんでいく、ね、もっとぶっこんでいこう。はい、チャンネルこのままで、はい、このままでお願いします、はい、じゃあ CM どうぞ。
あ、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 もう放送できないようなことをいっぱい喋ってましたけれども、今ね、ちょっと腰振ってたんだよ。いやいやいや、先生、先生、おばあちゃん大丈夫だよ。僕はそんなことをしていない。おばあちゃん、すいません、あの、嫁です。やめてください。これでだって、あと、なんか、あの、ヒョウ柄とか着とけば、なんとかなるでしょ、関西弁喋って。あ、なるほどね、もう大丈夫でしょ。ネギ持って、ネギ持って。アメちゃん配ってね。アメちゃん配って。アメちゃん、アメちゃん。つてかくつてかく言うて。つてかく一番やで、ほんまに。ほんまにほんまに。つてて。いやもう、ノリと勢いだけ。俺に関しては。じゃあちょっと続きまして、はい、続きね、はい、したいんですけれども、いろいろ作ってくれ、多分ね、はい、結構ね、やっぱ俺らのファンっていうか、はい、やっぱ姫たちがね、結構やっぱ待ちわびてるし、この時間なんで、ちょっとね、次これいこうかな。ムラムラしてるかな、ムラムラしてるからね。じゃあじゃあ、女を落とす決め台詞、やっぱね、女を知り尽くした我々がやっぱり、ね、カメラの前のね、どうしようか、さっきも女子にモテなさすぎるって言ったのにね。これいきなり来るやつね。めちゃめちゃコメント来てますからね。いやいや、もうファンいますよ。なんだ、うん、やめろよ、そういうの。あ、グリー得意じゃんって書いてますよ。行ったことねえじゃん。行ったことねえじゃん、俺。2540までなんなんですかね。多分俺の借金の話です。そうですね、はい。結構芸人さんみたいですね。ブラックの話は平気でするんで、別にオッケーっす。すごいな。ちょっとひどくない？君たちは濡れてる。やっぱりそうだね。おい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 、そのクソマドも本当に。お前タオルの準備しとけよ。お前やべえぞ。よし、もう出てるからな、これ。もう出てるから濡れてるでしょ。グレディさん、もう出てますけど、グレディに落とされたってもう。何も言ってないんだよね。多分チョークスリーパーだと思うんですよね。こっちのそうだと思うんですよね。決め台詞、決め台詞ね、まあ結構ね、多分いっぱいあるとは思うんですけれども、やばいね。その一番苦手なパターンだね、実を言うとね。そうですか。決め台詞、どっちかいきます、じゃんけんします。平和的に、平和的対決。はい、最初はね、じゃんけんぽい、あいこでしょい。うわうわ、これどっちなんだろうな。選んでください。うわー、よし、正座しよう。よし。じゃあまあ俺が、じゃあ先行でいこうかな。あー、マジですか。あの、はい、オチは任せました。困る。前座みたいな感じで俺行くんで、はい、いいですか。じゃあシチュエーション、あ、そう、まずシチュエーションからね、大事。シチュエーション、これ大事やから、女の子はやっぱシチュエーションをね、一番気にしますからね。シチュエーションか、どんな感じなのか、アイテム、アイテム使って ねちっこくいけばいいの。ねちっこく、アイテム使ってねちっこくっていう。どうしようかな、いろいろアイテムないんだよな。でもまあ、はい、いいわ、はい、普通に。じゃあ落とすセリフでしょ、はい、俺でも、もう長ったるいの嫌いなのよ。はい、長ったるいの嫌いだから、はい、俺もなんかストレートに言う、はい、あ、じゃあちょっと彼女役でいいですか。あ、彼女役で、はい、そう、はい、スタート。付き合ってください。付き合ってください。もう何でもする、何でもするで、料理、家事、掃除、何でもするから。付き合ってください。いやけど、その気持ちめっちゃわかるっすよ。俺も低姿勢で、低姿勢でいたい。俺もそのタイプかもしれない、もしかしたら。やっぱり、はい、俺、ちょっと、こう、転がされたい。あ、いや、わかるっす。いや、なんか、だから僕も、だからなんか転がされたい願望あって、え、すけど、それもなんか違うんすよ。だから、まあ、M っちゃ M だと思うんすよね。はい。多分ド M なんですけれども。自分もド M っすね。だけど、なんか、気の強そうな女の人から、なんかこう、されたいわけじゃなくて、逆になんか M っぽい、ね、妹キャラみたいな子からなんか逆にみたいな。うわー、俺もうそのまんまベッドにダイブっすね。僕はそんなに結構ね、もうダメだぜ。グレディはトイレが好きだもんねって、なんかすごい声てきてます。どういうことだろうな。トイレ好きだよ。トイレで、そう、やめよう。ね、まあね、そうそう、弱々しい子になんか
え、付き合ってくれんのみたいな言われたら付き合ってくださいみたいな、足舐めますみたいな感じよ、うん、要は。間違いないです。下の玉を転がしたいって書いてますけど、どっちのですかね、これは。どちらのね、あれを転がしたい。じゃあ、うちらは背中向いて、その子を、なんかこう、この状態でこうやってプップってやってもらう。プップってやってもらえば、もうなんか、どちらもって言ってます。どちらも、どちらも OK なんすか？めっちゃ好きやん。どっちも。いいな、いいんだ。これ時代来ましたよ。これ完全にうちらの時代来たっす、これ。聞きましたね。これ来たわ、これ。今度から全部の番組、うちらでお願いします。はい、まじで。もうね、もううちらいましょう。だからさ、常にいる。こっちがグレゲさんの俺、もうね、こちらも俺で、みたいな感じで、ここで真ん中でやっていただく。明日あたり、ちょっと布団とか持ってくるんで。そうそうそう、泊まり込みでね。泊まり込みで。出てきた、もう番組とかも、知らない人がいても、もう関係なしに出てくる。関係なしにね、もう出てくる。いやー、楽しいですけれども。住みたいよ、住みたい、もう家があったら住みたい、うん、住みたいですね。あ、ここに住むよ、泊まり込みでね、そう、泊まり込みで頑張りたい、うん、じゃあね、まあまあマジキモビームとか、マジキモビーム、うわー、あーで、あーけどキモくない、ここら辺ばっかり攻撃されたからなくなっちゃった、ここね、ここはもうなくなっちゃった、やばいっすね、しかもすごいな、なんだあれ、あのビームのすごいちょっと待った、サメの話しようぜのやつまた来た、これ毎回来るんですよ、なぜか。なんすか、サメの話しようぜ。すごい、俺が農業高校の話してたら、はい、サメの話しようぜ、みたいな。魚の話しようぜ、みたいなやつが、なんか毎回来るんすよ。え、豚が出荷された話じゃないですか。いや、だから、いや、そういう話を。32頭が31頭になったってく、はい。めちゃ詳しいじゃん。ありがとうございます。めっちゃ見ました。ありがとうございます。やっぱり。いやいやいや、ありがとうございます、もう本当に。ええ。はい。じゃあ、まあ、今ね、じゃあ、はい。もうそろそろ、じゃあ、プリンさん。あ、女を落とす、はい、フいっちゃって、いっちゃいましょう、よろしいでしょうか、設定があるんですけども、はい、はい、設定がある、ちょっとね、やっぱりこういうのは学生時代に戻りたいなっていうところがありまして、じゃあ学生時代の、まあ、あのお昼ご飯、まあ、弁当食べた後ぐらいの、はい、シチュエーションで行こうかなと思うんで、ブレザーでいいですよね、あ、ブレザー、これブレザー、ブレザー、そうだね、あの、学ラン入らないですもんね、はい、ボタン閉まんなじゃあか、あのキャラメル学園ってことね、あー、はい、オッケー、オッケーです。でじゃあ、学食。はい。まあ、ご飯食べ終わった。ご飯食べ終わった後の給食で。はい。はい、あ、給食じゃねえ。あの、教室で。はい。じゃちょっと3-3-2-1-1振っていただいてもいいですか？ 3-3-2-1-1、キッ。いや、お前さ、昼ご飯さ、お菓子食ったでしょ。いや、わかるわかる。だってお前、こうやってプリッツ入ってるもん、お前。何やってんだよ。おいしい、ちょっとどうにかしていただいて、いやいやいや、どこで突っ込んでいいのか分かんなかったんだ俺、ちょっとどうにかしていただいてほしいですか、あとちょっと今恥ずかしタイムなんで、いやいやいや、あ、ちょっとどうにかドロンドロンドロンだこの前ねサスケやってたからね、ドロンドロンドロンって忍者もやってるから、いや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 、ハサスしてるやつやっぱいますからね、けどね、いい、もう付き合いましょう、このハサスしてることプリッツ案してもらいましょう。もうね。でも私トップ派なんだよねとか言ってくるタイプ。多分いますね。いるっすよ、そういうやつ。いや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 。やっぱチョコかみたいな。ね、おお。また来たな。マジキモビーム4回ぐらい来てる。マジキモビーム食らってるっすね。バコバコ食らってるから。俺キモくないから食らわないっすよ。じゃあ俺大体気持ち悪い。あ、来ました。あ、出れるな。出れるなって来てますよ。やっぱり出れるなと。おお。忍者が現れました忍者でござるよ、やばい、かわいいなこれこれはもう俺帰ってる時に切られちゃうんじゃねえか暗殺っつって天柱っつってやられちゃう、はい、じゃあ次の企画いきましょうか、どれ行こうかな、結構いろいろね準備してるんですけど時間がねもうねないんで、じゃちょっとあの選んでもらおうかな、あ、理想のデートはか、か好きな AV 女優はか、え、あ、それ知らなかったよ俺、性感タイプはい、はい、じゃあちょっとね、あの、はい、おばあちゃんとかもあとね、好きなアイドルの子も見てるかもしれないんで、ちょっとね、無難に行かせていただいてよろしいですか、いや、もう家庭決めるやつだ、はい、無難でこれで好きな AV 女優は、はい、大丈夫、はい、おばあちゃん大丈夫、はい、好きな AV 女優の話をね、せ、はい、しようと思うんですけれども、なるせ、ここみちゃんね、はい、コメントが来ていらっしゃいますけれども、はい、もはい、俺はね、やっぱりほらここみちゃん、もう今日3回目にして、はいはい、ね、低身長2杯、童顔ツインテール、やえばって、
ね、何回も行ってる、めちゃくちゃ行ってますよね、何回も行ってるから、はいはい、これね、まだね、微妙にね、あんまし知られてないんだけど、うん、ちょっと前のね、はい、あのキス我慢選手権ってわかる？はいはいはい、わかります、めっちゃ見てました俺も、あれの春日と中を、はいはい、対決するみたいな子がいるんだけど、はいはい、その子がすげえ俺好きなの、はい、星見里香ちゃんって子なんだけど、星見里香ちゃん調べてみようか、いや、うん、好きだと思う、グレディ好きだったらもうレモンが、まあ、プリン好きみたいな、どっちがどっちか分からないですどっちも食べ物だからね、そうなんですよね、星見リカ、そう、星が美しい、はい、でリカはひらがな、いやもう多分俺そんなのがもうなんか初回とか来てみなよ、はい、来てみなよ、来てみなよ、もうもう大変なことになるから、はい、一緒についた子はもう絶対喋らせない、そうですね、あ、もう1分前です、早い早いな、ちょっと延長いいっすか1分前か、じゃあ俺は喋れないのか、いや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 全然行きましょう、全然行きましょう、見ないっすからね、いやいや行きましょう、はい、本当は、まあ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 、見たことはね、ありますけど、男の子なんでね、男の子、はい、はい、そうですね、けど、まあ前から番組で言ってますけど、まあロリ系が結構好きなんで、つぼみちゃんとかですかね、ちょっと気になるんで調べます、あ、本当に調べますか、逆に、はい、いや、これ絶対言ってるの結構当てはまってるんで、はい、つぼみちゃんっすね、はい、あ、もうこの時間ですね、やばい、はい、じゃあなんか、どうしよう、そうですね、告知かなんかあれば、月曜日の9時15分から、はい、クラブバロンの、はい、番組やってるんで、はい、よかったらそれも見てください、はい、よいしょ、なんかここを借りて、なんかごめんなさい、はい、そう、ありがとうございました、じゃあ来週はメイドバーのメイドさんが来ます、いやー、いやー、見たい、 Heyo everybody、 この動画は この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Heyo everybody！ この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night Two。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろんすべて無料でございます。見逃した放送はすべてこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。